篠崎さん、この方は一応紹介しておくね。僕の幼馴染で3年の有山雫さん。あ、ミルク飴手に。春のミルク濃くて美味しい。誤解を招く言い方をするな。へー、ラスだよ。帰る春。また何？問題。今春の背中に当たっているものは何でしょう？正解するまで離れません。本当に仲がおよろしいのですね。私のことは気にせず、どうぞ続けてください。